6「この家の庭にはザクロの木が4、5本あった。そのザクロの木の下に大きい囲いの浅い井戸があった。2階の円の障子を開けるとそのザクロの木と井戸が真下に見えた。井戸水は塩分を多分に含んで顔を洗うとちょっとたがしょっぱかった。 水は二階のハンドガメの中へ二日分ぐらい組み入れた。縁側には七輪やバケツや雪平やアワビの植木鉢や座敷は六畳で押し入れもなければ床の間もない。これが私たち三人の落ち着いた二階狩りの部屋の風景である。朝になると 借りた布団の上に白い風呂敷をかけた。開花は五十くらいの夫婦もので、古ぼけた車をいつも二台ほど土間に置いていた。おじさんが車を引っ張った姿は見たことはないが、誰かに貸すのででもあろう。時々一台の車が消えるときがある。おばさんは毎日ザクロの木の見える縁側で、 白い昆布に辻裏を巻いて帯を結ぶ内職をしていた。ここの台所はいつも落泊として食物らしい匂いを嗅いだことがない。井戸は囲いが浅いのでよく猫や犬が落ちた。その度おばさんはハゲの多い鏡を上から照らして深い井戸の中を覗いた。 おのの町にゃ何か力があっとじゃろう。大阪までもいかいでよかった。大阪まで行っとればほんのこって、今ごろは苦労しおったじゃろう。この頃父も母も少し超えたかのように私の目に映った。私は毎日いっぱい飯を食った。 嬉しい日が続いた。腹がかとうなるほど食うちょれ。まんまさえ食うちゃれ心配なか。のう、おっかさん、下のおばさんたち、飯食うちょれやるか。どうして食うちょれな動けんがのう。ほんでも、夕べな、便所へ入っちゃったらおじさんが おばさんに車も持って行かせ。俺はこのまま死んだ方がまし。言うてな、泣きうんなはった。ほうかや。あのー、車も金貸しにばし、取られなはったとじゃろう。親類は、あったじゃろか。飯食いなはるとこ、見たことなか。そぎゃんこつ言うもんじゃなか。下のおじさんな。 若いとき、船へ乗り女はって、機械で足場、女はったと。誰っちゃ見てくれんけん。おばさんが昆布巻きするきりで、食うて生きなはるとだい。かわいそうだろうがや。警察へ行っても、ダメかや。誰がそんなこと、知らんと言うてみんな、笑いまくるぞ。 そんでも悪いことすれば怒るだろ誰がや人の足をって知らん顔しちょるもんがよ。金を持っちょるけにかなわんたい。下のおじさんなバカたれかなんばよとか。か父は風琴と弁当を持って一日中、 おいちにおいちにと町を流して薬を売って歩いた。漁師町に行ってみおいちにの薬が来たと言うてみな出てくるけに。風邸が珍しかけにな。長いこと晴れた日が続いた。山では桜の花が散って、 一斉にあたりが青ばんできた。遠くで初ガエルも鳴いた。白い女中菊の花も咲いた。七、極意コンコ。ある日山の茶園でバラの花を折ってきてザクロの根元に植えていたら商売から帰った父が井戸端で顔を洗いながら 私にこう言った。学校か。13にもなって、5年生に入るものは仲物。行かぬ。学校行っとりゃ、ええー、ことがあるに。6年生に入れてくれるかな。黙っとりゃ、6年生でも入れようたい。よ読めるとじゃもん。そんでも、 算術は難しかるなまあ勉強せえ。明日は連れて行ってやる。学校に行けることは不安なようで嬉しいことであった。その晩、胸がドキドキして私は子供らしく、いつまでもまぶたの裏に浮かんでくる白い数字を数えていた。 十二時頃ででもあったであろうか。うとうと仕掛けていると、裏の井戸でおもしか何か落ちたようにすさまじい水音がした。犬も猫も井戸が深いので今までに落ち込んでも舐めるような水音しかしないのに、それは聞き慣れない大きい水音であった。おっかさん、なんじゃろか 起きとったかなんじゃろかなそう話し合っているとき、また水を跳ねて、何か悲しげな叫び声が上がった。開花のおじさんがわめきながら座敷を張っている。あんた、起きまっせ。井戸の中へ誰か落ちたらしか。誰が起きて早を言ってくれまっせ。おばさんかもわからんけに。 私は体がガタガタ震えて、もう物が言えなかった。ドギャンしたとじゃろか。お前も一緒に来いや。こまいもんは寝とらんか。父は怒鳴りながら、はしご団を破るようにどんどん降りていった。私一人になると、周囲から空気が走ってきた。私はたまらなくなって、雨戸を開き、 障子を開けた。ザクロの葉がツンツン豆の葉のように光って、山の上に盆のような赤い月が出ている。肌の上を何かついと走った。ドギャンしたかーい思わず私は声を上げて下へ叫んでみた。母が鏡とランプを持っているのが見えた。 はい、この名を一生懸命握っとない。父はこうわめきながら、縄の先を真ん中のザクロの幹へ結んでいた。今うちで入りますにな。辛抱して縄へさばっといてくださいや。おろおろした母の声も聞こえた。まさこ、降りて来いよ。父は覗いている私を見上げて怒鳴った。 私は寒いので、父の黄色い筋の入った服を背中に引っ掛けると、転げるように井戸端へ降りていった。縁側ではおじさんが、うわー、うわー、と、泡を食ったような声で怒鳴っていた。ええ、これだけに、医者へ走っていけ。大人中しゅう言うてくるんぞ。石畳の上は、 淡い日の明かりでぬるぬる光っていた。暖かい夜風が皆の裾を吹いてゆく。井戸の中には幾本も縄が下がって、うーん、うーん。うなり声が湧いていた。はよ、行ってこぬか、何しょっとか。私は見当もつかない夜更けの町へ出た。波と風の音がして、町中生臭い匂いが、 流れていた。昭満の季節らしく、三味線の音のようなものが遠くから聞こえてくる。いつから手を通していたのであろうか。首のところでボタンを止めて、私は父のけた憲兵の服を着ていた。そのためだろうか。街角の医者の家を叩くと、シャフは寝ぼけて私が、未だかって聞いたことがないほどの、 丁寧な物言いで、陰銀に小腰をかがめた。よろしゅうございますとも、一時でありましょうとも、二時でありましょうとも、医者の役目でございますゆえ、私さえ走るならば、先生も起きましょうし、時期、上がりまするでございます。八。井戸へ落ちたおばさんは、 片手にびしょびしょの風呂敷包みを抱いて上がってきたその黒い風呂敷包みの中にはシュスのクジラ帯とおじさんが船乗り時代に買ったというラッコの毛皮の帽子が入っていたおばさんは夜更けを待って裏口から質屋へ行く途中ででも会ったのであろうおばさんの帯の間から質屋の通いが落ちた母は この人も苦労しなはる」と思ったのかその通いを医者の見ぬように隠した「危ないところであった」「よかりましょうかうちみを押しとらぬから血の道さえ怒らねばこのままでよろしかろう」一度は食べてみたいと思ったおばさんの内食の昆布が部屋の隅に散乱していた。 五つ六つ私は口に入れた山椒がヒリッと舌を刺した生きて上がったとじゃから井戸さらへもせんでよかろう朝その水で私たちは口をガラガラすすいだ井戸の中にはおばさんの下駄が置いていた私は剥げた鏡を借りてきて井戸の中を照らしながら ゲタをザルで引き上げた。母は石囲いの四つ角に小さい森地をして、おんばらじゃ優先そわかー、と手のひらを合わして拝んだ。曇り日で雨らしい風が吹いている。父は着物の上から下のおじさんの汚れた小倉の袴を履いて、私を連れて山野が小学校へ行った。 小学校へ行く途中、神武天皇を祀った神社があった。その神社の裏に立教があって、下を汽車が走っていた。これに乗って行きば東京まで黙っちょっても行けるんぞ。東京から先の方へは行けんかエビスの住んどる家に女子供は行けぬ。東京から先は海か はて、お父さんも行ったことはなかよ。ずいぶん石段の多い学校であった。父は石段の途中で何度も休んだ。学校の庭は砂漠のように広かった。四隅に花壇があって、ゆすら梅、鉄仙殿、恩寺、あざみ、ルピナス、つつじ、一発、 などのようなものが植えてあった。校舎の上には山の背が見えた。振り返ると海が霞んで近くに島がいくつも見えた。マっとれや父は袴の結び紐の上に手を組んで教員室の白い門の中へ入っていった。よっぽど柳には章のあった土地と見えて、この庭の真ん中にも 柔らかい芽を出した大きい柳の木が一本、羊のようにふらふら背を揺すっていた。海鮮木に触ってみたり、誘導演木に乗ってみたり、私は新しい学校の匂いを嗅いだ。だが、なぜか鬱陶しい気持ちがしていた。このまま走って石段を駆け下りようかと、学校の門の外へ出たが、 父が、よーいと私を呼んだので、私は水から上がった鳥のように身震いして教員室の門をくぐった。教員室には二列になって、カナリアの巣のような小さい本箱が並んでいた。真ん中に火鉢があった。そこに、父と校長が並んでいた。 父は私の顔を見ると、陰銀にお辞儀をした。だから私も、お辞儀をしなければならないのだろうと、丁寧に再敬礼をした。校長は満足げであった。教室へ連れて行きましょう。ほんなら私はこれで、失礼いたします。なんとも早、よろしくお願い申し上げます。父が門から去ると、 私は悲しくなった。校長は背の高い人であった。私はどこかの学校で覚えた。七尺下がって死の影を踏まずという言葉を思い出したので、遠くの方から校長の後へついていった。道草食わずと早う歩かんか。校長は振り返って私を叱った。 窓の外のポンプ井戸の水たまりで何かカロカロ泣いていた。雨戸のような歪んだ扉を開けるとわーんと子供たちの息が私にかかった。女子6年いぐみと黒板の上に札が下がっていた。私は5年を半分飛ばして6年に上がることができた。ちょっと。 不安であった。9。長い間、雨が続いた。私はだんだん学校行くことが嫌になった。学校になれると子供たちは寄ってたかって私のことをおいチにの新馬バカ大将の娘じゃ、と言った。私はチャップリンの新馬バカ大将と父の姿とは に使わないものだと思っていた。それゆえ私はいつか父にその話をしようと思ったが、父は長い雨で腐り切っていた。黄色い泡飯が続いた。私は飯を食べるごとに、馬屋を連想しなければならなかった。私は学校では弁当を食べなかった。 弁当の時間は消化室に入ってオルガンを鳴らした私は父の風琴の筆オルガンを上手に弾いた私は言葉が乱暴なのでよく先生に叱られた先生は30を過ぎた太った女の人であったいつも前髪の大きいひさしから雑巾のような毛束をのぞかしていた 東京語を使わねばなりませんよ。それでみんな「うちはね」という美しい言葉を使い出した私はそれを時々失念して「わしはね」と言ってみんなに嘲笑された学校へ行くと見たこともない美しい花と石板屋がたくさん見られて楽しみであったが大勢の子供たちは いつまでたっても私に対して新馬鹿大将をやめなかった。もう学校さ行きとうはなか。学校だけは出とらんな。お母さんば見てみ。本も読めんけん。いつも勝つも根、ね、も取ろうがや。ほんでもうるそうして。何がうるさかと。言わん。言わんか。言いとうはなか。 刀で切りたくなるほど雨が毎日毎日続いた開花のおばさんは毎日昆布の中に辻裏と山椒を入れて帯を結んでいたもう黄色いご飯も途絶えがちになった母は開花のおばさんに荷札に針金を通す仕事を探してもらった 父と母と競争すると母の方が針金を通すのは上手であった私は学校へ行くふりをして学校の裏の山へ行ったネルの着物を通して山肌がくんくんによってくる雨が降ってくると風呂敷で頭を覆って松の幹にもたれて遊んだ天気のいい日であった山へ登って 萩ぎの株の影へ寝転んでいたら、体操の先生のように髪を長くした男が、大梅さんという米屋の娘と遊んでいた。恥ずかしいことだと思ったか、私は山を降りた。真珠色に光った海の色がチカチカ目を刺した。父と母が大阪の方へ行ってみるか。 そういう風なことをよく話し出した。私は大阪の方へ行きたくないと思った。いつの間にか父の憲兵服もなくなっていた。だから風巾がなくなった時のことを考えると私は胸に潮が埋まったようで悲しかった。ああ、車でも引っ張ってみるか。父が腐り切ってこう言って その頃私は好きな男の子があったので、ぼうにもそれは恥ずかしいことであった。その好きな男の子は、魚屋のせがれであった。いつかその魚屋の前を通っていたら、知りもしないのにその子は私に呼びかけた。魚がこぎゃん、えっとえっと、釣れたんだ一部やろうか。 何がええんなチヌゴ。チヌゴかあがもんでええんか家の中は誰もいなかった。男の子は鼻水をずるずるすすりながら、チヌゴを新聞で包んでくれた。チヌゴはまだピチピチして、うろこが銀色に光っていた。何枚生きとるんな 着物かうん。ぬくいけん、何枚も着とらん。ドラ、襟を数えてみてやろう。男の子は生臭い手で私の襟を数えた。数え終わると、カワハギという魚を指さして、これもえっと、やろうかと言った。魚、わしは何でも好きじゃんて。 魚屋は江戸魚ば食える男の子はいつか自分の家の船で釣りに連れて行ってやると言った。私は胸に血がこみ上げてくるように息苦しさを感じた。学校へあくる日行ってみたらその子は五年生の組長であった。10 誰の紹介であったか、父はどれでも一瓶実践の化粧水を仕入れてきた。青い瓶もあった。赤い瓶も黄色い瓶も皆美しい姿をしていた。模様にはライラックの花がついて、きつく振ると瓶の底からうどんこのような雲が上がった。まあ美しか。実践じゃ言うたら、 娘たちは書いたかろう。わしでも書いたか。生意気なこと言いよる。父はこの化粧水を売るについて、このような歌をどこからか習ってきた。ひっと瓶つければ桜色。ふった瓶つければ雪の肌。諸君、書いたまえ、買わなきゃたどんとなるばっかし。 父はこの節に合わせて風琴を鳴らすことに、いつかもかかってしまった。はよ、うらな、くざる言いよった。そうぎゃんひどかもん、うってもよかろか。はて、よかろか悪かろか、食えんもんな。しようがなかじゃなっか。尾のの町外れに、吉羽という、 村があったハンプ工場もあって女工や漁師の女たちがたくさんいた父はよくそこへ出かけて行った「私はこういうハイカラな商売は好きだと思った私は赤い瓶を一つ盗んでハンドガメの横に隠しておいた時勢が進むと安うてハイカラなものができるもんかな」 町中、一瓶につければ桜色の歌が流行った化粧水は持って出るたびよく売れていったそのころかごの中へ牛肉を入れて売って歩くばあさんが来た儲けがあるのであろう母は気前よくそれを買ったこんにゃくを入れると血のような色になって 犬の肉ででもあとじゃろと3人とも安いのでその赤い肉を食った「<laughs> やっぱし犬の肉でやすで」「絵画のおばさんは買った肉を犬にくれたらやっぱし食わなかったとそれが犬の肉であることを保証した」「雨がカラリと晴れた日が来た」 ある日、山の学校から帰ってくると、母が息を詰めて泣いていた。どぎゃんしたと <laughs> お父さんがの、警察へ行きなはった。私はこの時の悲しみを一生忘れないだろう。明けびのように、ぶ歌が重くなった。 お母さんな、警察いい、ちょっと行ってくんで、ええー、子して待っとれ。わしも行く。わしも言うたい。お父さん帰ること。子供がいたっちゃ、おごられるばかり。待っとれ。うにゃうにゃ。一人じゃ寂しか。みんなやろかい。母が出て行った後、私はおいおい泣いた。 絵画のおばさんが這い上がってきて一緒にそばに横になってくれても私は声を上げて泣いた <laughs> お父さんが言いましたばいああおばさん戦争の時缶詰に石ぶち込んでなりきんさなったものもあるとじゃもの俺がとは砂粒よか 細かいことじゃ言うて。泣きなはんなお父さんはちっとも悪うはなかりゃんあれは製造するものが悪いじゃけのうどぎゃんしても俺は泣く飯ば食えんじゃなっか私は夕方町の中の警察へ走っていった。 カラクサ模様のついた鉄の扉にもたれて、父と母が出てくるのを待った。おんばらじゃ、優先そわか。私は鉄の棒を握って、なんとなく空に祈った。寂しくなった。裏側の 水上書でカラカラ鈴の鳴る音が聞こえる。私は裏側へ回って、水色のペンキ塗りの歪んだ窓へよじ登って、下を覗いてみた。電気がこうこうとついていた。部屋の隅に母がネズミよりも小さく、私の目に映った。父が、 その母の前で、さんにピシピシ、ビンタを殴られていた。さあ、歌うてみんか。父は奇妙な声で、風琴を鳴らしながら、ふたびんつければ、雪の肌と歌を歌った。もっと大きい声で歌わんか。はは、うどんこつけて、 雪の肌になりゃ、安かものじゃ。悲しさがこみ上げてきた。父は闇雲に巡査にビンタをぶたれていた。バカたれーバカたれー私は猿のように声を上げると、海岸の方へ走っていった。まさこよーいと呼ぶ。 母の声を聞いたが、私の耳底には、いつまでも何か遠く、歯車のようなものがギリギリ鳴っていた。